毎度おなじみの阪急上新庄駅南口であります。今はですね、このように、上新庄、ショップスのですね手前から撮ってるんですけれども、この周りはですね本当にですね、中層の5、6階建てのですねビルが立ち並んでいて、飲食店の方がですね、多くあるところなんですけれどもね。上新庄から豊野の方面に向かってはですね、まだまだですねたくさんのバリエーションがあるんですけれども、今回はこちらからですね、上新プラザ大阪境内前の付近を経由してですね歩いていきたいと思います。まずは、花水木通りの方から進んでくることになります。こちらがですね随行1丁目の付近ということになって、近くまでですねこの花水木通りを歩いてから、内環状線を、右の方に曲がって内環状線の方へと向かうことになります。花水木通りから右の方へと曲がって内環状線の沿いに入ってきて、そしてですねちょうど随行2丁目西のバス停に立ち掛かることになります。こちらが豊野の府政豊里団地方面行きですが、こちらは大阪そして上新庄駅前行きということになります。大隅1丁目の交差点に、差し掛かってちょうど信号が変わっていましたので、通ってきました。でここからですね、豊里方面に向かうとですね業務スーパーあるんですけれども、ちょっと今誘導員さんいらっしゃいますのでね、逆方向、上新庄方面の、歩道を歩いていることになります。大道2丁目の交差点に来ました。内環状線国道479号と府道16号の大阪高槻線が交わる地点、その大道2丁目の、信号を渡らずに大阪高槻線沿いの方へと出てきたことになります。すなわち、上新プラザそして大阪経済大学方面へと向かっていることになります。歩き出して12分ほど、上新庄駅南口から上新プラザの方へとやってきました。ここまでで 1.01 キロを歩いたことになります。ちょうど12分が1キロですから、まさに平均ペースですね。こちらのですね上新プラザはですねフレンドマートがあって、松本清アミーゴ書店、そして手前の方にはびっくりドンキーの東淀川店があってですね、中には100円、いわゆるプラス税込みなんですけれどもね、焼きたて犬ですねパン屋さんもあります。そしてですね信号を渡ってきてですね右の方に行くと、公園が見えてくることになるんですね。ちょうどこちらがセレパークになります。三宝寺西公園の方へとやってきました。前回はですね実は暗闇の中を歩いていましたので、ご紹介できなかったんですが、このような感じになってます。ちょっとお人の方がいらっしゃいますんでね、ちょっと撮る範囲はちょっと限りたいと思いますけれども、このようにですね休憩場所もあってちょっとご紹介できなかったんですが、こちらが三宝寺西公園の由来ということになります。ちょうど大阪経大、前の方へと差し掛かってきました。大阪経大大学ということになりますが、今回は、府道16号線沿いの方を進んでくることになります。一旦大阪高槻線沿いを右の方へと曲がってきました。奥の方に行くとですね大阪経済大学の建物がですね見えるんですが、ちょうど三宝寺東児童遊園の前にやってきました。その園内に入ってくるとですねこのようなですねシーソーの形のですね2連のですねブランコがあるんですね。そして真ん中の方には白い木の柱のついた休憩場所、そしてブランコとですね、砂場があって、遊具類があるということなんですね。そして正面の方にはこのようにですね、木が立っていてですね間の方にも小さな緑の木々がですね植えられているということですね。そしてもう一つこちらにも地球の形をした六角形の遊具があります。三宝寺東児童遊園を後にして大道三丁目の小さな住宅街の中を歩いてくることになります。そして再び大阪高槻線沿いへと戻ってくることにします。歩き出して20分、大阪高槻線沿いの大隅港湾前まで、ここまでで 1.78 キロを歩いてきたことになります。
その大隅交番を左の方へですね、緩やかに曲がってくると大隅西小学校方面へ向かうことができます。大隅交番から斜め左の方へと曲がって大隅2丁目の住宅街の方へと入ってきました。そしてこちらがですね、大隅西小学校の合同体育館の校舎であります。大隅2丁目付近の交差点を過ぎて随行幼稚園前の方へと差し掛かってきました。随行幼稚園を過ぎて随行4丁目のバス停前、そして随行高校前の方へと差し掛かってきました。しばらく大阪高槻線沿いを歩いてきたんですが、ひとまず市道の方にですね、入ってきたということになります。右手の方に見えるのが桜宮東淀川一番館、サービス付きの高齢者向け住宅になります。そしてこちらですね、東淀川の随行社宅の前に差し掛かることになります。7階建てのですね、中層のマンションになるんですけれども、左に随行高校、そして随行社宅を右に見ながら大隅東会館前の小さな交差点に差し掛かることになります。ちょうど亀を向けるとですね、ちょっと日差しがかかっていますので、ちょっと日向の部分に入ってきましたが、こちらが大隅東会館、そして大隅東公園、近隣のですね、大隅東公園となります。このようにですね、コンビニが一つあるだけでですね、あとは小さな広場になっていて、石造りのですね、椅子が何箇所か置かれているということですね。再び一応ですが、大阪高槻線沿いの方へと戻ってきました。しばらくするとですね、江口南歩道橋があって、そして大夫南江口店の方に見えてくることになるんですが、伊香賀の方面へと向かってくっていることにもなります。江口の君の参道の日がある江口南の歩道橋前に差し掛かりました。ここを信号を渡らずに、左の方へと曲がってきます。すなわちですね、まずこちらがですね、ライフ南江口線になるんですけれども、そのライフ、南江口線を左に見ながら、クリーニング店として、訪問介護サービスの施設がある、道路を通ってきて、江口君の御前、伊香賀の車庫方面行きのバス停の方へと向かってきます。歩き出してちょうど30分、南江口第一住宅の正面前、ここまでで 2.68 キロを歩いてきたことになります。さあ、江口橋の方に立ち上がってきました。こちらが何は自転車道ということで、その右側に流れているのが神崎川ということになります。その右側の方にはですね、河川敷がですね、広がっていてですね、このように摂津方面へと向かうことができます。そして間もなく江口橋北詰めの交差点に差し掛かって、伊香賀の方面の方へ入ってくることになります。ちょうど江口橋北詰めの方へと差し掛かってきました。ちょうどですね、JR 千里丘行きの55号が、右の方へと曲がってですね、大阪高槻線沿いへと向かってきますね。で、こちら信号を渡って右手にはガストの江口橋店があるんですけれども、それをですね、左に見ながら、ちょうど東海道新幹線の N700A 開業のですね、編成が通過していって大阪シティバスの伊香賀の車庫方面行きのバス沿いを通ってくることになります。こちらから左の方へと入ってきました。かつてですね、こちらに江口 SP ストアがですね、存在していたんですが、今はこのように一戸建ての住宅になってます。そしてですね、商店街の中、すなわちですね、伊香賀の地域祭り G2 の黄金期ですね、通ってくる、道ということになってくるんですが、こちらですね、2つの経路があるんですけれども、今回はこちらから行きます。まあ、右側の通路はですね、まあ、近道にはなるんですけれども、ちょっとですね、商店街の雰囲気をですね、まあ、ちょっと静かな感じなんですけれども、ご紹介しようと思って今回は左の方から行きます。もう一つですね、曲がり角がですね、出てくるんですけれども、まあ、左右ですね、直進あるいは左の方向両方から行ってもですね、伊香賀の方面にですね、抜けることができるんです。
ですね。上新庄駅南口から歩き出してちょうど40分、北江口4丁目の北江口第7町会内の、住宅街を抜けて隠れ場所になります、桜並木のですね、高野駅前の、住宅街の通りへと出てきました。奥に行くと、北江口住宅があって、そして、北江口第2住宅の高層棟を見ることができます。もう間もなく板鹿野駅前に着くこととなります。こちらもおなじみです、板鹿野駅前、今日は1号出入り口前ということになります。ちょうど到着ということになりましたけれども、阪急上新庄駅南口から、上新プラザ、そして大阪経済大学、そして江口南歩道橋を経由してきたんですが、ここまでで42分02秒、歩数が4682歩、距離 3.74km の 124.93kcal ですね、やってきたわけなんですけれどもね、まあ大体ですね、上新庄からこちらまでは、まあ、直進で行くと大体、まあ、それでも30分はかかるんですけれども、まあ、いろいろとちょっとですね、通りたい道がありましたのでこれだけかかったということなんですけれども、まあでもですね、この上新庄駅からこちらまでのバリエーションまだまだたくさんあってですね、泥道をですね行っててもですね、また変わったような雰囲気が味わえる印象がありますので、またですね、いつかご紹介できればというふうに思っています。今回は阪急上新庄駅南口から上新プラザ、大阪経済大学、そして江口南歩道橋、江口橋を経由して、板鹿野駅前までを歩いてきました。